フルートの長崎ゆりです。本日ご来場いただきました皆様、ご助力いただきました皆様、本当にありがとうございました。こういう素敵な場所でバーみたいなところで演奏するのは初めてで、昔から憧れだったのですごく素敵な夢を叶えていただきました。ありがとうございます。今後もですね、皆様と演奏の場でお会いできるように頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。本来はバイオリン協奏曲であるヴィヴァルディの名曲をお届けいたしました。続いての舞台は100年ほど時を超え、1770年12月ドイツで生まれ、オーストリアのウィーンで活躍したベートーヴェンのロマンス協奏曲です。かねてから憧れを抱いていたというモーツァルトの作風を思わせるような明るく優美な曲調、小さなロンド形式で美しい主題が繰り返される中、単調で暗く不安な雰囲気の部分もあり、後に聴覚を失うベートーヴェンはこの時すでに自身に忍び寄る影を予感していたのかもしれません。Thank you.
Thank you.